君、町船に出演中の結城恵子当時の芸名は、藤田よしこだった。結城恵子は、日本の作詞家、元女優。女優名は、藤田よしこ。親類に、女優の葉山陽子がいる。山口県豊富市生まれ。八代秋の大ヒット曲、涙恋、女の夢、香西香織の大ヒット曲、浮雲の作詞や田川澄を見出し。 大歌手にまで育成したことで知られる。最初の夫は俳優の山田真二だったが、後離婚。現在の夫は作曲家の鈴木敦氏芸能家入りしたのは16歳だが、藤田よしこの芸名で女優として、10代の秘密でデビュー。1954年に大映入り。出演作には、不景図湯島の白梅、霧の音、夜の蝶、ささめゆき、 多くなどがある。K. 町子、若尾文子、山本藤子や市田広美らと共演している。1960年代は東映で活躍。他に NHK、TBS などの作品に数多く出演。1969年に東映で鶴田浩治主演の戦後最大の飛ばに出演後、小川智子のさよならが怖いので作詞家デビュー。 1973年、ヤシロアキの涙恋の大ヒットをきっかけに、女優から作詞家に転校した。転身の動機としては、女優として多くの役柄を演じる中、今度は自分でドラマを作ってみたくなったことを挙げている。1989年には、当時13歳であった、田川澄を発掘し、1992年春に、女、一人旅で、 デビューさせている。田川は、その後、NHK 紅白歌合戦出場、1995年、未練海峡の大ヒット、2001年には、海なりで、日本作詞大賞優秀作品賞を受賞するなど、花々しい活躍を解け、演歌歌手として大成。人材発掘、育成の才能をも示した。ありがとうございます。